ターポンはアメリカ海軍のボーパス級潜水艦の一隻艦名は大西洋に生息するイセゴイ科のターポンにちなんで命名された。インド太平洋に生息する同族のイセゴイも抗議のターポンである。その名を持つ艦としては二隻目。ターポンイセゴイターポンは1933年12月22日に コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1935年9月4日にエレアノア・キャサリン・ルーズベルトによって命名、浸水し、1936年3月12日に艦長レオエルペース少佐の指揮下収益する。収益後は数年間を第13潜水分艦隊13で過ごし、サンディエゴ沖及び新樹湾で活動した。 その後、第14潜水分艦隊14に転属となる。1939年10月、第14潜水分艦隊はフィリピンへ移動し、マニラで旧型の S ボート6隻が加わった。すべての艦が同地で、第5潜水船隊に再編成された。百四十一年十月、第十五潜水艦隊及び、第十六潜水艦隊が、 真珠湾からマニラへ移動し、アジア艦隊は潜水艦29隻に増強された。29隻は5つの分艦隊に分割され、ターポンは第203潜水分艦隊に配属となった。日本軍による真珠湾攻撃の2日後の12月10日までには、18隻の潜水艦がフィリピンを出港し、それぞれ最初の紹介に向かった。ターポンも、 ルイス・ウォーレス少佐の指揮下、直ちに出撃することとなった。12月9日、ターポンは最初の紹介で、ルソン島南東海域、アルベーワ湾方面に向かった。紹介では数隻の日本軍艦艇を確認したものの、適切な攻撃位置を取ることができず、ターポンは一本の魚雷も発射することはなかった。紹介中にマニラは陥落し、ターポンはオーストラリアに向かった。 1942年1月11日、ターポンは33日間の行動を終えて、ダーウィンに帰島した。1月25日、ターポンは2回目の紹介で、モルッカ諸島方面に向かった。1月30日に輸送船団を観測したが、護衛艦の警備が厳しく、ターポンは追跡を諦めた。2月11日、ターポンは浮上して、探索を行っているときに、 敵のサーチライトによって照射された。緊急先行したものの4発の爆雷攻撃により、監視部分を呼び、方向打角度指示器左減信号表示器が損傷した。2月23日から24日にかけての晩に、ターポンは、フローレス島西方のボーリング海峡で座礁した。弾薬、清水、燃料、魚雷を投棄したもの,の、交代して立証するに。 十分な軽量化とはならなかった。その後現住民のボートで、しかに一名があだなら島に渡った。彼は島に住む、唯一の白人であるオランダの宣教師、エイチ・フォンデン、ルイストと共に館に戻った。ルイスト牧師は、ウォーレス少佐に次の満潮は16時から18時の間だと知らせた。ルイスト牧師は、前の4日間、 日本軍機が島の上空を飛んでいたことを知らせ、上院は多少の不安を感じた。その後3機のエンジンでターポンは離床した。この紹介では輸送船団のほか駆逐艦なども発見したが、魚雷発射の機会はなかった。3月5日、ターポンは40日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。3月28日、ターポンは3回目の紹介で、 新珠湾に向かった。4月11日、ターポンは新珠湾駅島の途中、サイパン島とトラック諸島航路、父島とポンペイ島航路を紹介せよとの命を受ける。アンガウル島近海を経て、5月3日頃までサイパントラック航路及び父島、ポンペイ島航路を紹介した。この紹介では、4月26日に2隻の駆逐艦を、4月29日には、 病院船に遭遇した。それ以外、他の標的とは接触することもなかった。5月17日、ターポンは52日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。5月30日、ターポンは4回目の紹介で、ミッドウェイ海戦に参加して、オアフ島北方に向かった。パイク及び、駆逐艦リッチフィールドと紹介チームを組んで、カウアイ海峡を中心に紹介。 ターポンは敵艦と接触することはなく、6月9日に9日間の行動を終えて真珠湾に帰島。その後、ターポンはサンフランシスコに開港されて、メアアイランド海軍造船所でオーバーホールが行われ、攻撃力アップを機として外装魚雷発射艦が装備され、環境も回収された。作業は9月30日に完了した。艦長が、 トーマス・エル・ウォーガン・中佐に変わった。10月22日、ターポンは5回目の紹介で、トラック諸島及び、ソロモン諸島方面に向かった。ブーゲンビル島北方、ニューアイルランド東近海などで紹介。11月7日には、輸送船団を発見して、攻撃を行ったほか、病院船、4000トン級輸送船、カトリ型練習順位王及び多数の漁船を、 観測したものの、11月7日の攻撃以外で、雷撃を行うこともなかった。12月10日、ターポンは42日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。修理のため、真珠湾に開港された。1943年1月10日、ターポンは6回目の紹介で、日本近海に向かった。本州南方を紹介していたターポンは、この紹介で、 アメリカ潜水艦の戦術パターンの変化を示す、戦果を挙げた。2月1日21時30分ごろ、相模湾から、紀伊水道方面へ移動していたターポンは、三倉島南方27海里の海域で、水上航行中に、レーダーで目標を探知し、水上航行の状態で追跡した後、先行することなく、魚雷を4本発射して1本を命中させた。 続く攻撃で、外装発射艦の2本の魚雷を発射し2本とも、命中させ、北緯34度08分統計138度18分、北緯34.133度統計138.300度、34.13338.300の地点で、キールに向かっていた、火脚船伏見丸を撃沈した。その4日後、ターポンは、 日本本土とトラック観光路の紹介を始めた。2月8日21時45分、ターポンは大型船をレーダーで探知。標的は貨脚船立た丸であり、兵員や軍需品を満載してトラックへ向かう途中にあった。ターポンは再び先行せずに4本の魚雷を発射して、すべて命中させ、三倉島の92度40回り、 北緯33度45分統計140度25分、北緯33.750度統計140.417度、33.750140.417の地点で竜田丸を撃沈した。護衛の駆逐艦三分は、竜田丸の爆発を見て反転し、いかにせるやと、信号で問いつつ、捜索と制圧を開始。ターポンは、 三雲の接近により先行を余儀なくされ、戦火の確認はできなかった。その後は二隻の監視点以外の敵に接触することはなかった。2月25日、ターポンは47日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。3月29日、ターポンは7回目の紹介で、マーシャル諸島を呼び、トラック諸島方面に向かった。しかし、 出港して5時間後に、ジェネレーターの異常が発見され、直ちに、真珠湾に引き返した。修理の後、3月31日に、再び出港。4月25日、ターポンは、マキンに近接し、干渉内に、水上飛行機があるのを確認した。その後は、ジャルート干渉とオッジェ干渉の偵察を行い、ジャルート偵察では、 沖の島型不設艦と、おぼしき艦艇を発見する。5月9日、ターポンはタロア島の無線所に対して、艦砲射撃を行ったが、日本軍からの反撃を受けて交代した。この紹介で航行中の敵船への攻撃は4月26日に一度、あっただけであり、日本の魚雷を発射したものの命中せず、間もなく、目標を見失った。5月15日、 ターポンは47日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。7月30日、ターポンは8回目の紹介で、日本近海に向かった。ミッドウェイ島に、帰候の後、横浜に至る航路に取り付く。8月12日1727、北緯33度30分、東経144度40分。 北緯33.500度統計144.667度、33.500144.667の南鳥島北西沖で、南東を約14ノットで航行する153型潜水艦と、オボシキ潜水艦、実際はラバウルに向かっていた、旅105を発見。司令塔には、日の丸と、白く書かれた、路105の文字が見えた。 ターポンは先行し、1801に、完備魚雷発射艦から魚雷を2本発射したものの、回避され、命中しなかった。8月16日、ターポンは、野島崎近海で、大高型航空母艦と推定される空母や、高尾型重巡洋艦とおぼしき大型艦を含む、日本海軍の機動部隊を観測したが、艦隊は高速で航行していたため攻撃を行う。 ことはできなかった。8月21日、ターポンは、護衛艦を従えた2隻の大型貨物船に、遭遇する。ターポンは2隻に対して、それぞれ3本の魚雷を発射し、双方に損傷を与えたと判断した。7日後の8月28日、ターポンは、三倉島近海で特設丘陵船上森丸を撃破。9月4日には、 北緯35度56分統計157度59分、北緯35.933度統計157.983度、3 5 9 3 3十5 7 9 8 3の地点で、特設艦指定ヤで林丸を来撃で撃沈した。9月8日、ターポンは40日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。10月1日、 ターポンは9回目の紹介で日本近海に向かった。10月16日の夜、ターポンは稲田端島近海で紹介中に一隻の船をレーダーで探知、大型の補助艦であると確認した。ターポンは目標を追跡し、翌17日の1時56分に4本の魚雷を発射、2本が命中して目標は停止した。しかしながら、 すぐに航行を再開し、ターポンに向かって進んできた。ターポンは先行し、同線の元を航行、別の位置から3本の魚雷を発射し、1本を船尾に命中させた。敵はまだ沈まず、ターポンは再び魚雷を1本発射し、これを命中させ撃沈した。戦後の記録で、この船は、ドイツの仮想巡洋艦ミヒエルであったことが判明した。 ミヒエルは太平洋でアメリカ潜水艦に撃沈された最初で最後のドイツ仮想巡洋艦であり、ミヒエルの沈没は第一次世界大戦及び第二次世界大戦で活躍したドイツの仮想巡洋艦の活躍に終止符を打つものとなった。4日後の10月20日、ターポンは三宅島近海で大鷹型航空母艦と駆逐艦を発見した。ターポンは 水中から接近し、空母に対して4本の魚雷を発射した。しかしながら両艦とも速度を上げて、攻撃を回避した。10月23日の朝にもレーダーにより3500トン級貨物船と護衛艦を探知し、貨物船の目標に対して5本の魚雷を発射したが、魚雷はすべて目標の下を通過した。11月3日、ターポンは34日間の行動を終えて、 真珠湾に帰島。艦長がトーマス・ビー・オークリー・ジュニア少佐に変わった。12月4日、ターポンは10回目の紹介でマーシャル諸島方面に向かった。12月6日にジョンストン島で補給の後、翌7日には味方の機動部隊とすれ違う。12月13日にマロエラップ艦渉を写真偵察したのを皮切りに、1944年1月4日に、 かけてターポンは主要任務であるマーシャル方面の様々な干渉の写真撮影を実施する。12月15日にはミリ干渉とオジェ干渉艦を紹介中に沿岸タンカーを発見して2本の魚雷を発射したものの命中することはなかった。1月12日ターポンは39日間の行動を終えて真珠湾に帰島。艦長が サベリオフィリッポーン少佐に変わった。ターポンの修理期間は幾度か延長され、修理後は各種テストに強用された。6月19日、ターポンは11回目の紹介でトラック諸島方面に向かった。この紹介でターポンは救助配備任務に当たったが、実際にパイロットの救助を行うことはなかった。7月14日、 北緯零七度零七分統計百五十二度十八分、北緯点一一七度統計百五十二点三零零度、七点一一七百五十二点三零零の地点で沿岸貨物船と思われる目標に対して三本の魚雷を発射したものの全岸が外れた。貨物船と思われた目標は偽装した苦戦艇であり、ターポンは爆雷を回避するため先行しその海域を 離脱した。7月25日夜には、北緯06度47分統計152度07分、北緯6.783度統計152.117度、15 6.783152.117の地点で、レーダーにより、漁船の小船弾を探知し、最大の目標に対して3本の魚雷を発射したが、これも前段が外れ。 艦砲で攻撃を行うため目標に接近した。4インチ砲は2射目の後、相談不良を生じ、機銃による射撃だけが続けられた。ターポンは、相談不良を治すために交代し、その後攻撃を再開した。前段を消費し、攻撃の中止を強いられる前に、ターポンは、80トン級漁船を破壊して3隻の250トン級護衛艇に、損害を与えたと判断された。 8月8日、ターポンは41日間の行動を終えて、マジュロに帰島した。8月31日、ターポンは12回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。この紹介でも再び救助配備任務に就いた。10月6日に、マジュロに立ち寄る。10月14日、ターポンは45日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。これが、 ターポンの最後の紹介となった。ターポンは本国東海岸への帰還を命じられた。1944年のクリスマスイブに新珠湾を出港し、1945年1月17日にコネチカット州ニューロンドンに到着した。東海岸での活動後、ターポンは1945年11月15日にボストンで退役した。 1947年の初めにターポンは海軍予備役兵の訓練艦任務に就くことが予定された。3月28日に栄光されてボストンを出港し4月9日にニューオーリンズに到着17日から任務に就いた。ターポンは第8海軍艦区で訓練潜水艦として使用され1956年9月5日に除籍された。 その後、ターポンは1957年8月26日、スクラップとして処分するため栄光中に、ノースカロライナ州のハッテラス岬南東部で沈没した。ターポンは、第二次世界大戦の先行で7個の従軍聖賞を受賞した。ターポンのミヒエル撃沈は、ジャナックの調査及びラスコでは撃沈スコアにカウントされていない。ブレプ939では、 普通なら、何石何トンと記載するところを、1、ジャーマンと記載している。バーフィッシュによる柳船、ロスバッハの撃沈が記載されており、ドイツ船が撃沈のカウントの対象外になっているわけではないが、ベスゴ及びフラウンダーによる U ボート撃沈は、ターポンのミヒエル撃沈同様、ジャナックは撃沈にカウントしていない。ありがとうございます。